はい、どうも、ジリです。今回は、東京ゲームショー2024のモンスターハンターワイルズ私有ブースの方で、タチをね、触ってきたので、それの感想について話していこうと思います。ちょっと死ゆから時間は経ってしまっているんですが、話したいことはまとめてきたので、それについて話していきます。また、今回の死ゆは、カプコンさんに招待されたものではないため、動画の方が使うことができません。なので、よかったら、カプコンクリエイターさんのね、動画もぜひ合わせて見てもらえると嬉しいです。そして、今回のドシャグマの討伐クエストをや やりたかったんですが僕が行ってちょうど並んでいるタイミングで整理券が終了してしまってストーリー体験チャタカブラ終了しかできなかったのでその範囲内での触ってみての感想という風になりますご了承くださいってことで実際のシュープレイの方なんですけどスタッフさんに案内されて 4K モニターのねところでプレイステーション5かなで実機プレイの方触ってきましたちなみにスタッフさんからこちらストーリーモードになっていますのでぜひねストーリーをスキップせずに楽しんでくださいと言わ れたたんんんでですが、えー、いいききなりり全全力ススキッップしししてあのの武器の方を触りに行きままタッフさん申し訳ございませんそんな感じでゲームプレイが始まって、今回気になっていたのがタチ。それ以外にもガンランスとスラッシュアックスとチャージアックスも気になっていたので、タルを使ってね、いくつかモーションを確かめたりしてきました。今回はタチをメインに話していくので、他武器についてはあまり喋らないんですけど、個人的にやっぱスラッシュアックスがめちゃめちゃ楽しそうになっていましたね。では、タチについて、タルの前でいろんな動きを検証して なんですけど全体の動きとしては、ほとんどワールドの太刀と同じような感覚で使えます。ワイルズ一部武器種についてはね、どうもちょっとこれまでと感覚が違って使いにくいなっていう意見も出ているんですけど、太刀に関してはほとんどそんなことはないかなと思います。なんなら刃刀、イヤイバットを基人切りなんかは、モーション自体はワールド寄りなんですけど、ライズの仕様が入っていて、失敗してもゲージが下がらず、成功するとゲージが上がるっていうね、仕様になっていたので、まあ、その辺とかも踏まえて、太刀はめちゃめちゃ使いやすい いいんじゃないかなと思いますそしてタチの新モーションについてですねまずは錬気解放無双斬りこれについてはやばいですぶっ壊れ技って言った感じがしますね錬気解放無双斬りっていうのはこれまで存在していた兜割というモーションの後にさらにゲージを消費して打つ技になるんですけどダメージ量的に言うと兜割の倍ぐらいですねもともと兜割のダメージを打った後黄色ゲージを消費して赤ゲージの兜割と同じ 同等以上のダメージを出しているんで、ま、ゲージ日本消費、白ゲージまで落ちるっていう部分ではね、ちょっと使いづらさはあるんですけど、それ以上のリターンがしっかり返ってくる技となっています。ただ、やはりモーション長いですし、あの、連気解放無双切りの途中に見切りとかは発動させることができなかったので、ダウン状態じゃないね、モンスターの隙に入れ込んでいくっていうのはある程度技術が必要になるかなーって感じがしました。また、この技はカブト割りがヒットした場所にヒットするので、兜 と割りでね肉質の硬い場所に当たった時はわざと使わないなんていう方法もできますし逆にカブ兜割りの方が肉質の柔らかい部位に当たってさえいれば相手が移動して離れたとしても連気解放無双斬りの当たり判定はなんかすごい距離があっても当たるんですよねなんでそこに関してはかなり使いやすいかなといった印象がありますでこのモーションによってゲージのね消費が早くなったんですけど新しく追加されたのが鬼人溜めですね鬼人溜めっていうのが R2 長 押しによってなんか特殊なモーションを出して連起ゲージが回復しながら一部のね鬼人連携のモーション鬼人一鬼人に鬼人三をスキップして、えー、出すことのできる特殊な鬼人斬りとなっていますこれがマジでめちゃめちゃ便利貯めるのにはちょっとね隙が出てしまうんですけどこれまでのねモーションの時間をガン無視して一気にゲージを上げていくことができますんでゲージ上げという面で見たらめちゃめちゃ強いですそれに貯めモーション中に途中で鬼人2や鬼人三に 加勢することもできるんでまあ、比較的動きやすいかなといった感じですちょっと DPS 的にどうかっていう部分はわからないんですが ゲゲゲーーージジジののない状態からゲージ稼ぎをせずにに一気にねゲージ上げができるっていうのはめちゃめちちゃゃ便利だと感じました次にですね、方向入力移動基準切りについてですね。模範は今作から方向入力によって一部モーションが変化するっていうのがね、いろんな武器種で出ています。で、タッチも出ていて、それが方向入力をしながら基準切りを打つと移動基準切りが発生するってやつですね。これがですね、なんとも使いにくかったです。距離詰めができるっていう部分では非常 非常に便利なんですけど基準切りがこれまで基準1基準2ってどちらもある程度横に広い攻撃だったのが直線的なモーションになってしまっているんですよねなんでこれまでの感覚で使うと透かしてしまうっていうのと僕に関しては手癖半分あとは軸合わせみたいなところでずっと移動入力をしているタイプのプレイヤーだったのでついつい誤爆してしまったんですよね、まあ、この辺は慣れれば使いやすいけど慣れるまではちょっと大変かなって言った印象がありますただモーション自体 は距離詰めができるんでこれまでね一歩二歩足りなくって基人大回転が当たらなかったってよく発生していたんでそういった部分考えるとやっぱ強化かなって言った感じです次に赤ゲージの時のモーション変化についてこれかなりいろいろありますまずは赤人斬りですねこれが赤ゲージの時の三角のモーションが一部変わっていますこれまでの縦斬りがなんか縦二連斬りみたいな感じに変わっていましたこれがねちょっとモーションが変わってしまっているのでこれまでの感覚で使う と見切りとかのタイミングミスっちゃいそうです。赤ゲージの時にカブと割が打てないみたいな状況でのダメージ効率が上がるので、そういった点ではいいんですけど、やはりこれも慣れが必要なモーションだなという風に感じました。そして次が石人千天山ですね。こちらが鬼神大回転斬り打った後にさらに R2 を押すことで発生するモーションなんですけど、えー、完全に忘れていてあの使うの忘れていました。なんでこれに関してはちょっとわからないです。あの使った方がいましたらぜひ感想 教えてください次に見切り切り線ですねこちらも赤ゲージの時のみ発動することのできるモーションで従来の見切りが追加で攻撃判定を持ったって言った感じのモーションになりますこれは当然強力なんですけどその仕様がかなり強い部分がありましてこれまでの見切りって連携ゲージを全て消費していたんですけどこれ赤ゲージの方を一定量消費っていう形になってるんですよねまさすがに連打するのはもったいないんですけどそれでも見切り切りと違って1回見 吸っても2回目すぐね打つことができるっていう部分がかなり優秀かなと感じましたあとは通常の見切りより方向転換の角度が大きいかもしれませんちょっとこれ映像がないんで体感の話なんですけど見切り切りがだいたい左右に100度くらいワールドだと動かせたかなって思うんですけど見切り切り線多分もっと動かせるんですよね140度160度くらい動かせた感じがしますえこちら体験版とかの方でぜひ触ってみてくださいもしかしたら 自由プレイとかかかでで動画を上げててていいいるるささんんの中で一部ね出ているかもしれません見かけた人はぜひ教えてください続いて、タチの集中モードについてですね。えー、こちら、近接武器が全般的に集中モードで動きがかなり良くなっているんですけど、タチもね、例外ではなく、集中モードを使うことで、基神大回転だったり、カブ割りに派生できる月モーションの方向を変えることができます。特にカブ割りの月なんかね、あの、撃った後にやべ、方向ミスったとか、モンスターが動いてしまった ってのが結構あったんですけど、これを修正しやすくなります。ただ横に向ける角度は45度から60度ぐらいで、そこまでなんか90度ぐらい一気にガって向けるわけではないので注意が必要なんですけど、まあ、それでも多分45度ぐらいはね動けだと思うのでかなり使いやすくなったかなと思います。ただ集中モード自体が R2 長押しによってえ使うものとなりますので、この辺はこれまでのゲームでエイムがねあんまり苦手だったっていう人はちょっと使いにくいかもしれないですね。 テームが苦手でモンハンはずっと近接武器しか使っていなかったとかいう人もいると思うんでそういった人はちょっと慣れるまで大変そうですでその話と合わせて集中弱点攻撃こちらタチの集中弱点攻撃はまあとにかくかっこいいですねで集中弱点攻撃使ってみての感想なんですけど意外と当たり判定狭いかもしれませんだいたい感覚的に言うと傷よりちょっと一回りいかないぐらいの大きさが集中弱点攻撃の派生の判定になってるかなぁと言ったか 感じですまあ、これに関してもね、エイムがある程度できるかできないかによって変わりそうですね。そしてその傷についてなんですけど、こちら継続時間がですね、意外と短いなという風うに感じました。まあ、傷ができてすぐ集中弱点攻撃すればいいんですけど、そうじゃない時に攻撃していたら、傷破壊がね、あっという間に発生してしまって、あれなんかもう傷なくなったんだけどっていう風うに感じました。まあ、これについては傷に攻撃するとダメージが1.2倍くらいまで上がっているので、まあその その高いダメージを何回も出せないように調整しているのかなって言った感じなので、まあ、とりあえず傷に関しては弱点集中攻撃のダメージ倍率が高いので、傷を放置して通常攻撃どんどん打っていくよりかは集中弱点攻撃打っちゃった方がいいのかなって感じがします。次に乗り攻撃ですね。こちらも1回目の乗りに関しては多分ダンサー1回か2回の攻撃ですぐ乗ることができました。こちらも傷がすぐつけられてかつダメージ倍率が高いんですけど、攻撃が 弱と強と武器攻撃3種類あったんですが、これ検証忘れていましたね。ただなんか聞いた話によるとハンターナイフを使った強攻撃が三発確定で傷をつけられるみたいなお話が出ているらしいので、まこちらもぜひ体験版の方でね皆さん触ってみてください。まあ乗り攻撃に関してはタチはとにかくかっこいいので、ぜひ皆さんねタチ使えるようになったら触ってみてください。ではここからはタチ以外のゲーム全体の部分ですね。まずはセクレートについてめちゃめ。 めちゃビジュアル化好きなんですが操作がかなり難しいです R1 と R2 を押して速度の加減速をしていく感じになるんですけどガルクのように直感的な操作ができませんなんでねこれは操作かなり慣れが必要だなーっていうのと仮に操作に慣れたとしてもめっちゃ小回りが利くすごい探索が便利って言われるとちょっと違うかもしれないですねあくまでもモンスターに対して自動追尾をしながら周りにあるアイテムはフックスリンガ で引っっ掛けててて回収ししいいいいくみたなな動きががいいのかなーって感じがします次に、モンスターの当たり判定について、これなんですけど、過去作に比べてかなりモンスターの体のビジュアルと当たり判定が正確になったんじゃないかなって感じがします。まあ今回戦ったのがチャタカブラなので、他のモンスターだとわからないんですけど、なんかこれまでだったら攻撃当たりそうな位置で、攻撃当たらないっていうのが結構な頻度であったんですよね。大体いいゲームの当たり判定って見た目より若干広かったりするんですけど、 ワイルズはその辺かなりね、正確に作られているんじゃないかなという風に感じました。次にハンターのスーパーアーマーについて、これはタチだけかもしれないんですけど、攻撃している時にチャタカブラのあのベロで舐める攻撃とか当たっても全然のけぞらなかったんですよね。僕の記憶が正しければ攻撃が当たったタイミングで HP が下がっていたので、ダメージ判定自体は出ているんですけど、モーションが続いていたので、ま、もしかしたら終盤特有のバグとかなのかもしれないんで ですけど今作ははハンンターー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 側のののののススパパアアママがが少ししし強強くくなっってていいるるももも一部モショ化をらかれません、まあ、あとは単純にチャタカブラのモーションがめちゃめちゃ弱いかのどれかですね。次にロード時間について、今回ストーリーモードだったので、ムービーだったり、まああとゲームスタートした時の画面とかがあったんですけど、ロード時間めちゃめちゃ短かったです。僕は PC で最近モンスターハンターワールドアイススボーンをプレイしていたんですけど、まあ PC ってめっちゃ ロードが短いんですよねそれと遜色ないぐらいかそれより早いぐらいに感じたので PS5 の最適化はしっかりされているのかなという感じがしますただこれ注意しないといけないのが Steam 版そして PS5 Pro では実際どうなるのかわかりませんただね最近のゲーム機種のことを考えるとそこまでロード時間が遅いロード時間が気になるなんてことはないかなという風うに思いますあとは Twitter 上とかでもね話題になっていたブブラチカ今回目にしてきたんで ですけどあんまり気持ち悪くなかったですね結構サイズがでかいので気持ち悪いよりモンスター感が強かったです虫感が意外と少ないんですよねまああくまで僕の個人的な感想ではあるんですけどあのクイニランゴスターよりかは全然いいと思います とりあえず自分がプレイした部分だとこんな形になります。あとは気になったのがペイント弾が結局何だったのか検証してなかったし、多分 YouTuber さんでペイント弾について扱ってる人もいなかったと思うんですよね。もしペイント弾について検証してる人がいたり、なんか海外の動画とかでもね、こういう風に使われていたよとかあったらコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、ということで今回はワイルズ THS の私有の感想について話していきました。まあ、とりあえず僕のメイン武器の立場、 めちゃめちゃ面白そうだし、順当強化って言った感じがします。体験版とか出た際にはぜひね、皆さん立ち触ってみてください。ではでは参考になりましたら、良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。